はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はスイカがね、あんまり大きくならなくてつる枯れしたので一つ取ってきたんですけど、今ね切ってもう多分ダメだろうなと思って切ってみたらですね、中は黄色かったですね。直径は最高13センチぐらいで、あんまり大きくならなかったんで、ちょっとねもうダメ元で切ってみたらですね、なぜかねキイスイカでしたね。重さは 800g ちょっとありました。割とねなんかこう売れてるような感じがしますので、ちょっと糖度を測ってみたいなと思います。糖度は8度弱。はい、今少しね切っていただきましたけど、感想はですね、赤いスイカよりもですねちょっと薄味いう感じでしょうかね。ちょっとね変わって物珍しさでちょっと出すのにはいいかもわかりませんけど、味自体はやっぱりね赤いスイカの方がいいかなと思います。